のバーチャルゲーマーキズナアイです。今日はまたおじいちゃんがいないやっていきたいと思います。おじいちゃんどこだ？あ、いた閉めるんだ。でへい、おじいちゃんはすごく元気だ。あ、スライドできる。あ、これでお茶を入れる。あ、飛んできた、釣れた。お茶が大好きだよね。お、誰これ。野球お願い、一緒に。僕は推しに弱い。なんか出てる。これを取って、これでチュン。ん？あご。このおじいちゃんかわいい。え、危ない。これ蜂を駆除しなきゃいけないって。えい。逃がす？え？蜂。あらからの、おお、スライドして、え、モグラ肌はファンデだよ。うん、え、誰これ。はあ、どうぞ。え、なぜ気づけなかったのかってのか、確かに重みとかね。何これ。あ、痛い。あ、芯か。これでここにおじいちゃんが来るとか。おじいちゃん。逆！まさかのこれでこうじゃ。ピンポンピンポンピンポン、イエーイ。でへ、普通に対価だもんね、おじいちゃん。リンゴ。ん？あ、なんだこれは。はっおじいちゃん元気そうで何より。それ鍵。あわあわしてる。鍵なくしてあわあわ。はい、だっておじいちゃん女子トイレにいるかもって変態だから思ったんだもん。男子トイレだな。よし、やったー。音には敏感。なにこれ、誰？カメ。あ、浦島太郎。カメを置いてツンツン。ストップ意地悪あげる。なるほど、野生的だ。寝てる。お腹空いたの？いればあ、じゃあ1個魚をあげる。ダメだ、ここに置く。で、これもあげる。なんで巨大化するん。分かった、こっちに置く。おじいちゃん、いれば。じいじ。取りたい。あ、取れた。レバーを取ってこう。生だけど。あ、はい、やったー。サメいるよ。危ない。あー！怒らないでよー。はい。あ、サメ来た。なぜ？あ、どんどん向かってきてる。あ、待てばいいんだ。おじいちゃん見っけ。えい。えい。ありがとう。野球、お前野球しかできないんだ。えいえいえいお体を張りがちというわけで、おじいちゃん探してみました。お茶目で可愛かったね。みんなもよかったらあと何ステージか残っているのでやってみてくださいね。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。